はい、ジュンジーです。ではリョータさんとの同時進行愛罠、愛罠ゲットザシューティングスター、いよいよ最後最終回になるかもしれませんね。ではこの 5-3 決戦要塞の主に入っていきたいと思います。で前回ね、編集中に気づいたんですけども、私ね、こう近いところからこうやって入っていったんですが、正しくはこれね、5-2、こっちが2-1だから、順番としてはフローズンタワー行ってからクロックタワーで決戦が正しいんですけどもね前回ここクロックタワーから入ってっちゃいましたね。はい、ということで決戦していきましょう。行くぜ、リョータさん、ゴー。お、うわー、もういきなり、ん？動けない。あ、扉か。おお、いきなりボス戦って感じがしますね。この辺は入れませんね。扉、あ、そうか、今扉が開いてこの中に入ってきたってことですね。これセーブされてんのかな。では入ってきますよ。ほい。お、うわあ、セーブしたら始まるかな。行きます。ん、これって右とか行ける？あ、行けない。ってことは多分魔法陣の中に入ってくのかな。無限ジャンプはできないですね。じゃあ入ってくのかな。行きます。ほい。あ、入れた。うわ、これまだステージありそうですね。3つぐらいの試練を超えてからボスって感じかな。まあ、とりあえず左から行きましょうか。ほい。あ、ステージあるね。あー、じゃあこれ超えてくのか。まだ、じゃあいきなり、あー、しまった。いきなりボスかなと思ったけど、そうでもなさそうですね、これ。よ、待て待て。あぶね。結構際か。あ、これ乗れるんだ。下に落ちるかなと思ったけど、よかった。で、あいつに向かって乗って、いやー、各今までのこう経験したステージの総集編というか、難しくなって帰ってきたぜみたいな、うん、本当に最後の試練という感じがしますね。リョータさん、そこ、ここはね、鶴ちゃん、うん、そしてここは、待って待って待って、あ、嘘ん、そんなダメかい。あそこ頭が当たってしまうから、だからどのタイミングでいけばいいんだろうな。あ、ここか、ここでいけばいいんだ。オッケーオッケーオッケー。罠はなさそうですね、幸いと言っていいのか。よし、いけ、バイーン。ほ、よし、オッケーオッケーオッケー。待って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 、一回、あ、うそ、あ、どっかに掴まれて頼むから。これですね、最速でいけるようになってますね。最速でこういう感じで、もうここ一気にいっちゃう。でもここまで来るのね。うん、で、そう、ここはまあゆっくり行ってもだいぶ下に落ち着けるんですけど、んでジャンプ。うん、やっぱ最速設計されてますね。素晴らしき最速設計。ほっ、危ね、しまった。ちょっと今欲張っちゃったな。あ、いける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 。よし、であっこに行って多分トラップを起動してくる、トラップというかギミックを起動してくるんだと思うんだよね。 OK、 これでいいんでしょう。さて、なんか曲が重々しい最終決戦って感じがしてますね。これでどうだろう。ほい、おお、あれ、うん、なんかまた増えてません？何通りかいけるのかな、これ。好きなところ行っていいよってことかな。ハリステージ、氷ステージ、クリスタルステージ。じゃあハリハリでいくか。まあいいか、行きましょう。あ、これ分かった。上と対になってんだ。だからここで当たる。あ、なるほどね。オッケー。まあでもこれはね、イメージしていけばいいのよ。お得意のイメージトレーニングをしていけば。よっ。で、トレーニングじゃなくても本番ですけども。ここでしょ。で、ここの。よし。で、そことそこにあるから。よし。まだあるでしょ。そうだよね。こんな、え、あ、そっか、右か。今度、対は右ね。で、そこに、いいね、いいね、いい感じよ。ほんで、そこで出てるから。ワンジャンプ。そこ。よし、OK。おー、あれ？そうか、やっぱ好きなステージいけるのか。全部突破する必要ないのか。3択の中から3エリア越えてけってことか。じゃあ全部左で行こう。ほい。これは、
またあれか、これはちょっと苦手かな。いける、よし、とりあえずここまで来れれば。で、うっ、うっそーん、ジャキーン、よし、オッケー。で、いけ、危ね、今ちょっと危なかった、危なかったけど、お、来れたぞ。今危なかったな、意外と余裕だからあるんだよね。ほ、あう、なんかこれ最速でいけるかな。あー、ちょっとむずいなこれ。こういくか、ここで打って、あ、そうしよう。ほ、んで、さっさと行く。うん、ここさ、オッケー、一回一回、でもなんかここはちょっとギリギリっぽい感じがするよ。あ、でもそうでもない、どうしようかな。全ステージ行かなくていいんだったら、でもなんか全部見てみたい気がするけど、バックアップ取ってあったっけな、ちょっと不安だけどね。そこよ、よし来た、オッケー。待って、早く早く、よし来た、いいぞ、ほい、来たね。左、オール左で行きましょう。よし、今度水中か、行きますせー。まあ水中ステージはね、結構経験があると思うんで、まあ大丈夫でしょう。ほいほいほいと、まあ罠はね、なさそうなんで、この最終ステージはね。よっ、まだあるでしょう、あるね。あん、流れが出てきた。うん、左にちょっと力が働いてますね、水の流れがある。なんでこの右に行くときはまだいいんですけど、左行くときは怖いんだよね。だから上の段に行ったときに注意がすごく必要。あー、もう何回やられてんの。何度もやり直せばその分手間がかかる、集中力は切れるし時間もかかっちゃう。だったら一発で決めろ。 OK、 ほ、ここね、お、怖い、よし来た、よしよし、わお、まだまだ、うわ、なんか真ん中荒ぶってんな。左が一番おとなしい、左、これ壊していく、あれか、まあでもこれ壊してかなくてもいいみたい、みたいっていうか良さそうですよね。あ、ここは壊さなきゃダメだ。でもなんと危ない、もう近づいてもちゃんと放ってくる、このキラーちゃん、ちゃんと仕事してますね。そこは別に壊さなくてもいいか。こう来て、そこやらしいな、あぶ、くそー。さてここね、ここ壊さなくてもいいからさっさと行っちゃおう。よし、オッケー、で乗っちゃい、よし、オッケー、いいね。ここはここの段階で壊していきましょうか。早いうちに狙えるものは狙っていった方がいいですね。あー、早いな切り返し、こいつ、やらしいけど、まあ、あー、打っとけよかったかな、やっぱ全ステージか。よっ、よし、ジャンピングショット、これで決める、乗っちゃう、危ねえ、よし、壊せ、そこあんまり動けないよこいつ、怖えな、こことても怖えぞ。ほっ、待って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 、あー、待って待って待って、違う、タイミング違う、今、よしよし、ここまで来れればいける、オッケー、いけ、よっしゃ来たぞ。ん、これは、これはなんだい、おーっと右に行けるね。あー、なるほど、そういうことですか。どうしようかな。はい、やっぱりですね、全ステージを行きたいと思いましてやり直してます。またこっからね行きましょう。今度全部真ん中行きましょう。先ほどはね全部左行きましたが、今度は真ん中ね。うん、せっかくステージをね新たに作ってくださってますから、全部ちょっとね体感していきましょう。あー、これ懐かしいね、洞窟ステージですね。うん、クリスタル本当に一面ですね。よし、うわー、セーブないね。でもってロングランか、いいでしょう、ミスんなよ。よし、ほっ、うわー、怖っ。結局隠しは本当に隠しというかネタ要素は EV ぐらいですかね。あと、まあちょこっとなんかあったような気もしますけど、基本 EV ですよね。よし、ほっ、危ね、怖っ。最後に、よし来た。ふう、じゃあ今度また真ん中の真ん中ね。
とウルトルステージ。しかもつららちゃん、あー、ここのボスはあの中ドラクエのギズモみたいなボスでしたよね。懐かしい。ほ、ここもノーセーブか。やばい、危ない。今ちょっと危険だった。あ、嘘でしょ。これね、あのつららちゃんの周期が早いから、気を抜くとね、ぴょこーっと顔出してきちゃうから、そこにヒットすることが多い。だから注意。よし、危ない。ジャンプして動きを止めてけ。 OK、 ほ、動きを止める。よし、 OK、 OK、 ちょっとずつちょっとずつストッと落ちて。危ねえよ。そういう時で、ここはなんかありそうな気がするけど、あー、よかった、ワンジャンプ取っといたよ一応ね。ほ、うーん、ノーセーブ。なんかに何この2番目の方が全部難しい気がしますけどね。そういう感じなのかな、設定が。まあ、ロングランはたまたま1回でいけましたけど、あ、ここは意外と行きやすい。あー、よっ、危ねえ。りょうたさんはどうされてますかね。おっと、来ました。じゃあ今度真ん中ね。はい、あートロッコステージか、懐かしい。あー、かわいい。これ結構いけるかな。一発でいくよ。ほいほいほい。よし、いけ、結構長い。あー、落ちて。ゴー。キットくんかわいいな、本当に。キューティーキットくんだね、本当に。ほいほい。もうね、2回目でクリアするから。あぶね、今ちょっとギリギリ。おっと、待って、ちっちゃいジャンプ繰り出していけ。よし、大ジャンプいった。オッケー。さあ、ここはあのホラーステージのあれか、バインバインステージか。バイン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 で、これはなんだっけ、色沈むんかい。こっちなんかある？あ、ないね。オッケー、バイン。あ、いきなりファーストバインでやられてますね。おい、りょうたさんも本当に全部やられているかな。なんかね、2番目の方が1番目の一番左ねよりも難しい。あ、来た、難しい気がする。そういう設定にしてあんのかな。あえて、あう、マジか。ワンジャンプ取っといて、でここも2段ジャンプを温存して。あぶね、おっか、くそ、嘘でしょ。あー、もったいない。これやっぱり一番左にむずいぞ、本当に思うけど。来た、よし、やっとこれた。これでもう大丈夫でしょう。ほい、はい、真ん中。あー、ここはあそこか、最後のステージだね。まあでもスイスイいけるでしょう。ほいほいほい、なめんじゃないよ。よし、鉄球ちゃんね、もうお約束の鉄球ちゃん。よし、あー、ほんとスイスイいけるね。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。セーブあるよね。あるじゃん、あるならあっとと、あるならさほど難しくないぞこれ。どうな、あ、そこか、下か、そいつ。ここはでもね、ちょっと弾幕が多いから、意外とむずいかもね。そこアンチだね、ここアンチで、そこに来た。なんかタイミングめっちゃあれだな、難しいタイミングで打ってきますね。よし、 OKOKOK。 このコントローラーの十字キーみたいなのを避けつつ、こっちも、そいつとのタイミング、よし、来た。あとはいける、いける、いける。そことのタイミングだね。来た。よし、来た。おー、来ましたね。真ん中、ちょっと難しめだったかな。よし、まだここ入らずに、じゃあ最後、一番右やりましょう。よし、じゃあ今度は一番右ね。それをやって、この分岐ステージはオールコンプリートかな。そうですね、右一番難しいのかな。はい、リンゴちゃんか。リンゴちゃんステージってどっかあったっけ。まあ、多分あったあった、リンゴの森あったね。あそこか。あ、でも結局あの、そういえばリンゴの森のね、あの一番左の、あ、左上の方かの、あの再チャレンジしてなんとかいけないかって試したあそこ、あそこ結局いけないんですかね。もうなんか終わりっぽいもんね。これ上いける？あ、いけんのか。なるほど、そこね。またノーセーブ好きね。あ、危ない、怖いね。ちょっとやっぱり荒ぶってんね、いつもより。そこをこういくのか。よし、んで、それはあ、どくのね。
危ない危ない、なんかやらしい起動してんなこいつら。よし、いけいけいけ、待て待て待て、いけいけいけ、よし来た、ふい、なかなかだ。じゃあ次はクリスタルね。お、クリスタル、あー全部取って戻ってこいってことか。ノーセーブだよねやっぱね。よし行きましょう、道なりね。うん、あでもそんなに見たところ配置自体は難しくない。ただあれどうやって行くのこれ。ただ長期戦、あそっからか、長期戦になるからそこはちょっと難しいかな。うん、スーパーロングランだと思うんですよねこれ。よし、もう至る所に散りばめられてますね。ミスんなよこれ本当に。あんまりなんか調子こいてひょいひょいとか言ってバッシュとか当たっちゃったら元も子もないからね。いや広っ、ステージめっちゃ広いな。その分簡単。うん、だけど油断はできない。あそれ左、危ない、今危なかった。あいけるか、今危なかったね。トゥルおっかな、待ってそこさ入ってみたいんだけど大丈夫だよね、罠ないよね。よしよし、なんかちょっと気になった。どうやって帰ろうかな。うわ、あぶね、怖っ。よし、おっかないな、なんかうわなんかヒヤヒヤしてきた。ほっ、あおっかない、一回取ってどうし、うん開いたね、下から行く。そういやいや、ここやめた方がよくない？初めてのとこだ、下が何があるか分かんないし。こっち行こう、こっちよ、怖っ。で下どうなったっけ。よし、もう開いてるから、あとはでも、あー帰ってきた帰ってきた、よしオッケー。あーヒヤヒヤしたこのステージ。あーあの一番右はホラーステージなの最後ですね。あの赤い部屋に閉じ込められた男の子、やっぱり。なるほど、そして結構シビアになってるでしょこれ多分。よしちょっと待って、結構シビアだぞこれ。あでもセーブがある。あそうでもないか、あ意外とシビアでもない。うん、少し余裕はやっぱりありますね。ギリギリってことでもないな。いや違う、あいや待てよ、これ結構実はシビアなんじゃないか。本当はすんげーギリギリ作られてるんですけど、ただ私がめちゃめちゃいつだって謙虚に生きるんだよ。あまりね自分をこうバーッと出していくとバーッと出していく、うん、必ずこう報いが来ますから、デスしちゃいますから。だからダメダメ絶対。よし待って待って待って、ここちょっと長いぞ、間に合うか。あ間に合う、よしった。うわー砂漠ちゃんステージ、まあいっか、行きましょう。これでも見えなくなるから、うわむず、うわむずいわこれ、見えなくなるってむずくない？あこの辺か、あいけ、来た来てる来てる、なんか多分来てる、多分頭出てくる。よし、うわむずかす、あ来た来た、ちょこっとちょこっと見れればいいんだよ。あセーブある、そこまで行かして OK で、あとはあーまあでもね一回見えれば、あーなんか意外とこれ砂落ちるの早いのよ、早い。あーここやらしいね、一回頭出して二段ジャンプ復活してないから、うー怖い。で一回ね一番上まで行く、一番上まで行ったら OK、あと左押しっぱ、よーし来たぞ。お直近のあそこか、うえドッスン使いすぎでしょこれ、ドッスン使いすぎだよこれ。よし1個目のドッスン結構むずいね、これちょっと待って、早いうちに早いうちに、あもう無理。そのねぐるぐるちゃんとの相性が、相性というかタイミングを測んないといけない。あこれ真ん中ダメだよね多分、いける、あたいけるかこれ。あほら真ん中がねほらって言っちゃいけないけど、休めるタイプもあるんですよ、ダメなのもありましたけどね。で、あぶね怖っ、ちょドッスンちゃん結構際だねあなた、
早く上がって、あダメだ間に合わない、これすっげえタイミングが今、えあこれはダメなの、あ言われてみるとなんかトゲトゲが あるね、いけるか、危ない。でこっからはトゲトゲゾーンだから、避けなきゃいけないのよ。であそこ当たるでしょ、ここちょっとむずいね。そしたらあ次いける、これラッキー、あ嘘でしょ、結構早い、オッケー、次むずくない、ここ、あこういっちゃえばいいのか、待った待った、そういっちゃってよかったけど、ちょっとあの真ん中が難しいな、あそこ、まあ、真ん中一番下までやってないけど多分真ん中の方がむずいでしょこれ、ここあこういくのか、オッケーオッケーオッケー、よし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 、多分なんとなくでこれいけると思う、あ待って、いやしまった、まあ上でここは一旦ここで避ける、うん、なるほどね、分かったぜ、あそこで避けるのね、でこれは一旦ここでやり過ごして一気にダッシュで抜け切る、来れた。さてここなんか変わり目怖い、よしよしセブ、オッケーオッケー、むずいな、ここむずいぞ結構、待って待って、上がれ、よし、お結構調子よく来れて、あまたドッスンいる、くそ、これはちょっとなかなか難しいですね、夢際のラストボーイだぜ、そこどうしようかな、だから一回出して、よし、オッケー、怖っ、上がれ、よし、であとはそこか、こいつはでも一旦ちょっと引いて、あいける、よしよしよし、あー難しかった、あ押し来た来たぞ、3コース、そうですね、3コースとも、全てステージをクリアしてきました。でここは多分あの一緒でしょうね、合流してるんだと思います。で思うにここ多分ボスだと思うんですよ、だからで時間的にも今いいぐらいなので、この先は次回のパートにしたいと思います。今回のパート最後になるかなと思ったんですけども、もうちょい続きそうですね。次がボスでエンディングだったら、次が最終パート、まだ続くんであればもう 2,3 パートになるかなっていう感じだと思いますけどもね、りょうたさんとガシガシっと頑張っていきたいと思います。りょうたさんも3コースとも行かれたんでしょうか、ちょっと気になるとこですけどね。はい、では次回も頑張っていきましょう。では皆さんご視聴どうもありがとうございました。